はい、大阪の阿部ぬきあるスポーツ選手のパフォーマンスアップに特化した専門整体院体コンディショニング3つです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日もね、このチューブ、セラバンドをね使った、トレーニングを紹介していきます。体のね、体幹と股関節ですね、この中心の真ん中の、筋肉、バランスですね、そこのトレーニングを紹介しようと思います。まずね、また仰向けで寝てあげます。で、足首に引っ掛けてあげます。で、寝ます。で、この状態で体はまた起き上がらせて前傾姿勢ですね。この状態キープですね。で、しっかり足を上げた状態で、ここから膝を伸ばしたまま交互に上げていきます。で、必ず足を上げた高さのまま上下にやってあげます。で、これを10回交互3セットですね。しっかりやってあげて、体幹とこのお腹のインナーマッスルと股関節ですね、中の筋肉を効かすようにしっかり取り組んでいきます。はい。で、これをすることでどうなるかって言ったら、やっぱり地面に足をつけてトップを作って、ショットにする時のこの一連の流れをきちっとこうキープできるので、こう弓矢でグーッと引っ張る、この力がすごいついてくれるんで、だからこの強さが、野球で言えば、球速、ゴルフで言えば飛距離につながるんで、こういったトレーニングすごい地道ですけども、コツコツやっていくと必ず変わっていくので、またしっかり毎日ね、やってみてください。はい。ではね、何か、わからないこととかね、お悩みのこととかあれば、飛距離上げたい、球速上げたい、何でもいいので、ぜひご相談ください。はい。では今日はこれで終わっておきます。